小山さんから、考えてます。はい、で、その2問目は、まあ、比較的真面目な あとは、真面目でも結構きれいに今回、2017お送りしたのは大谷選手のポジションナンバーフリーマンのラストアップでした。大谷選手といえば開幕はマルチということで、昨日はね、まあ、雄星投手が素晴らしいピッチングをしていた中、しっかりとね、ヒットを放ってくれました。6回の裏にはインコースを非常にうまく抜いたなっていうね、またこの打者としての昨シーズン以上の覚醒というのも、期待できるんじゃないかなっていうところでありますけれども、そんな大谷選手が今日勝利に導いてくれるのかどうか、皆さん応援してください。始まります。今日はパフュームですね。パフュームになります。今日もパフューム作りますか。今日はオッケーです。さあ、ギャラクシースタジオから生放送でお送りしています。ギャラクシーレディオ2017、スタジオにはファイターズガールのメンバー3名に来ていただきました。こんにちは。3名のファイターズガールに来ていただいたんですが、それでは自己紹介をお願いいたします。はい、ファイターズガール3名目になりました、小林優蘭です。はい、ブランちゃん。はい、ファイターズガール3名目の藤原明日美です。はい、明日美。そしてはい、ファイターズガール1名目の小山優蘭です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今、若干1年目じゃなくて1年目って言いましたか。すいません、ちょっと酸素が少ないんですけど。すごいですよ、たくさんの方集まっていただいてありがとうございます。ね、ギャラクシースタジオへようこそ。スタジオどうですか。ここに来ればすごく高所恐怖症なんですけど、すごく高くて、ここに来るまでずっと足が震えてます。そんなコメントある。高くないですか。高いんですよ。高くてですね、おってーって。あ、じゃあもうここ歩いてるのも若干怖さがある、ね。小山さん、いかがですか。このギャラクシースタジオっていうのは、はい、今シーズンから誕生した、特設ブースなんですよ。はい、すごいガラス張りで。魅力ガラス張りだけかよ。いや、すごいですね。今、高校生の人は多分ギャラクシースタジオって魅力ガラス張りだけなんだなと思うから、はい、ここから見える景色とかね、いい感じですよね。はい、もうここでファイターズガールとしては初ゲストがこのお三方ということになりますから、はい、楽しんでまいりましょう。ウランちゃんと、アスミンはファイターズガールは3年目と、はい、今お話をしてくれたんですが、ウランちゃん3年目を迎えて、今年の自分の中でのファイターズガールとしての目標というのはどういうふうに設定しているんですか。はい、そうなんです。はい、私は3年目なんですけど、うん、以前まで高校生だったんですよ。はい、なので、遠征が行けなかったんですよね。なので、今年から遠征に行けるので、その今まで行けなかった分の思いを爆発させて、なるほど。そしてファンの人たちともたくさんのファンの人たちと交流して、うん、もっともっと力をつけていきたいなと思います。やっぱりその遠征先でこういうことがあったよとかっていうのは、昨シーズンは周りのファイターズガールから聞いたりすることはあるんですか。はい、聞きましたし、みんなお土産も買ってきてくれるので、あー、いいなー。ということは今度はブランちゃんがお土産をね、後輩のファイターズガールに買ってあげる立場になるとなりますね。いうことですよね。はい、買っていきましょう。ね、買っていきましょう。いいでしょうみたいな。はい。はすみは、今シーズンの目標は。私は実はダンスがちょっと苦手なんですけど、はい、今年入ってきた1年目の子がとてもダンスが上手な子が多いので、負けないように努力を欠かさないようにしたいと思います。負けないように潰したいということなんですね。どういうふうに潰すんですか。3
高いところ苦手、ダンス苦手っていろいろネガティブが出まくってますけども、ね、まあでも3年目だからやっぱり気持ちを新たにっていうところで、シーズンがこうやって始まる前もやっぱりファイターズガールとしての活動っていうのはいろいろあったんですよね。そうですね、私は奥の間は幼稚園訪問にたくさん行かせていただきました。うん、あのプロフィールにもね、はい、幼稚園訪問のことを書いていましたけれども、これって具体的に何をするんですか？はい、それに合わせて歌ったりとか、野球体験をしたりとか。おー、そうなんですね。これがやっぱりファイターズガールとしてのまたパワーにつながりますか？そうです、子供たちの笑顔にたくさん癒されました。うん、そうなんですね。まあこうやってね、先輩の背中を見て、これからね、1年目の小山優希さんが進化していくということになりますけれども、はい、まずちょっと伺ってみたいんですが、はい、ファイターズガールになりたいっていうのはいつ頃からこう考えていたんですか？私が高校3年生の時に地元が帯広の方なんですけど、はいはい、帯広に試合で来てくれた時に、うん、初めてファイターズガールを見て、あ、その時には初めて見た。あ、そう。おお。それですごくもうラッキーらしくて、はい、すごくもうなんか憧れて、そうやってなりたいなと思って。その最初に試合を見たときに、もういずれ私もじゃあ札幌ドームで踊るんだっていう思いを決めた。それから結構試合を見に行ったりもしたんですか？したりとか、そのファイターズガールになるために、はい、どういうことを頑張っていたんですか？あ、私は去年からのファイターズのダンスアカデミーをしてる、うん、ダンスアカデミーに通って、はい、そこでダンスにいろいろ練習してきました。なるほど、はい、いろんなところに苦闘点がつけて、どうしちゃっていいかな、ありがとうございます。これね、ファイターズのダンスアカデミーっていうのが、僕もこれからね、勉強したいんですけれども、実際に生徒さんって結構いらっしゃるんですか？いますね。ちょうど今日アカデミーの人たちがオープニングダンスを。あ、そうだそうだ。250人、はい、まだでもそれも一部なんです。あ、そうなんだ。まだのダンスで、現役のファイターズガールさんもその指導に行ったりすることもあるんですか？そうですね、私も今年からおっ、いや、これでも緊張しません？自分も進化しようと頑張っているさなか、人に教えるってどういう感覚？子供たちの平の目で、はい、今、キラキラっていうのは小山さんも様子見ましたよね。いやいやいや、芸人みたいなんですよ。ハート泥棒じゃなくてコメント泥棒になりましたよ、感じにね。そうなんですよ。横山さんじゃアカデミーに通って、はい、もうやっぱりね、練習を重ねて重ねてっていうことなんですよね、はい、アカデミーの練習とかハートなんじゃないですか？でも私はすごく楽しかった。楽しかった。毎週1回やった。でも厳しすぎて腹立つこともあったでしょ、正直に言おう。本音で語ろう。でも、いや、もうそれで言えたら言ったらなーって、もう絶句してるのが、もう記憶に近いから。いや、本当に楽しい。いや、周りのみんなもすごく優しくて、すごくいいので、おー、本当に楽しかった。ファイターズアカデミーとして、はい、その同期の人も今回ファイターズガールにはなっているんですか？うん、なんか同じぐらいにこうアカデミーに入った人が、そう、はい、アカデミーに入ったのがいつですか？私は去年7月から入ったんです。なるほどなるほど。歴はアカデミー歴は少し短い。あ、なるほど。じゃあ自分は飛び級的にもうすぐファイターズガールになれたというのを今アピールしたということですね。言うね。だって今もそうだよね。同じぐらいのキャリアの人いるんですかって言ったら、いや私は違うから、私すぐ行けたからみたいな。ちょっと一回ごめんごめん、
昨日も言ったんだけど、あの昨年やっぱりあの井原さんにいろいろとね、あのね叩いていただいたのが、今多分そのあの感じがね、小山さんにそのまま言ってるんですよ。すいませんでした。はい、ということで、その小山さんなんですけれども、今日は小山優希の先輩から学ぶコーナーをお送りしたいと思います。あの小山さんから、先輩のガールへ3つの質問を用意していただきました。で、その質問に対してウランちゃんとアスミンにそれぞれ独自の視点でアドバイスをしていただくというのが今日のテーマでございますので、先輩アスミンお願いしますよ。はい、小山さん、はい、いろいろと質問は考えてきてくれましたか。はい、じゃあ小山優希さんから、ウランちゃんアスミンへまずは最初の質問お願いします。はい、まず一つ目はすごく緊張してどうしようもなくなっちゃう時があるんですけど、そういう時は先輩たちはどうやってほぐしてますか。おお、緊張のほぐし方。ちなみに、はい、今現在の緊張度合いっていうのはどれぐらいですか。今もかなり緊張ですよ。そうですよね。はい、さっきなんてちょっと楽しくいじっただけなのに、ただ俺が追い詰めたみたいな感じになってしまったね。すいませんでした、本当に。はい、緊張のほぐし方ということなんですが、はい、ウランちゃんから聞いてみましょうか。でも私も緊張しますよ、まだ今でもします。でも本当に緊張も悪いことじゃないと思うんですよね。うん、やっぱり緊張、少しの緊張も必要だと思うので、集中力とか。はい、どうよ。でもあの少しでも緊張を、はい、ファンの方の顔を見るとか、本当に見てすごい顔で見てくれるじゃないですか。それが聞いてくれたりとか、少しでファンのお客さんの温かい顔を見ることで。行きましょう。おー、これでこうちょっとリラックスにつながるというところがあるんですよね。ファンの方の笑顔を見ると。でも小山さん、今ウランちゃんも言ってくれてましたけれども、緊張も必要だっていうのはね、緊張に飲み込まれるのは当然ながらマイナスだけど、はい、あの適度な緊張感を持って、はい、それをアドレナリンに変えて仕事していくっていうのは、まあ、重要だったりすると思いますからね。はい、はい、さあ、じゃあアスミンから。いやー、私もとっても緊張するタイプで、はい、でもあの同じなんですけど、緊張は悪いことではなくて、まあ、当たり前のことなので、その震えとかを無理に止めようとするんじゃなくて、あの緊張してる自分を客観的に、自分緊張してるなって思えるようになると少し落ち着けるかなって思います。これはアスミンはいつ頃からそうやって感じられるようになったんですか。客観的にですか。そう、緊張している自分を客観的に見るってなかなか難しそうな感じがしますけど。そうですね、私は去年そのリポーターの仕事をさせていただいた時に、うん、試合前のリポート、顔出しリポートがあって、その光景をなんか遠目からずっと動画を撮ってくださってるファンの方がいて、その動画を見た時に、あ、こんなに緊張してたんだなって、旗から見ても緊張してるってことが分かってて、あ、それでその動画を見ながら、自分でなんかその実況中継をなんかして、なんか、あ、今手が震えてきているっていうか、頭がぼんやりしているなとか、客観的に、そんなことやってるんですか。なんかそうすると、客観的に見れると落ち着きますっていうの。これ、僕もなんか MC やってるのを動画で撮影してもらって、そうすると俯瞰で見れるじゃないですか。で、今アスミンが言った通り、あのガチガチに緊張してる様子が自分でも分かって、それを一回見ることによって、あの緊張から解放されるというか、なんか冷めるというか、うわ、何これ、自分っていう、それがなんか一つ緊張からの解放のきっかけになるっていうのはあるかもしれないですよね。今日もファンの方がたくさんいらっしゃるから、はい、もう踊ってるところを、はい、もう私を撮影しろっていう感じで、ね、はい、アクションをすることによって見ていけばいいんですよ、はい、ね、はい、ちなみに今自分の中で緊張のほぐし方っていうのは何かあるんですか。今ですか。今、でもなんか本当に落ち着ける落ち着けるみたいな、うん、自分頑張れもう自分にエールを送るしか今はないよね。確かにね、なんかあの踊りがダンスが始まる、例えば何十秒前とかでもできるような即効性のあるなんか緊張のほぐし方みたいなものをなんか先輩お二人あったりしませんかね。やっぱりストレッチをすると、うん、やっぱ体の筋肉が緩んで血行も良くなって、あの副交感神経
活発になるので、はい、めっちゃいいと思います。整体師さんですか？違います。非常にあの、ね、美に基づいたお話でございましたけれども、村ちゃん何かあります？試合始まる直前っていうのは、よくガールのメンバー同士でもやるんですけど、背中を思いっきり叩く、叩いてもらうんですね。はい、誰でもいいので、メンバーとか伊藤君とか先輩でも誰でもいいから、あの出る前に私たち待機してるところで、去年だったら被害者対戦に参戦お願いしますって背中を見てたら、よし、行くぞ、バンってやって、思いっきり、思いっきりですよね、絶対あの人ね。ミニズバレーってくらい。ミニズバレー。どうしよう。今日来てないもんね。じゃあちょっとそれをね、今日あのパフォーマンスの前にやっていただきましょうよ。はい、今残念ながら今スタジオね、あの僕と小山さんが並んで座っていて、で向かいにアスミンとウラちゃんがいるっていうね。その背中叩くと俺がやるとただ問題になる。ちょっとやめてください。本当にただ問題になる。はい、じゃあ2つ目の質問、小山美幸さんから、ウランちゃん、アスミンへ、何でしょうか。はい、2つ目がファイターズガールになって一番良かったと思うことは何でしょうか。おお、これなんで聞いてみたいと思ったんですか。聞いてみたいですね。ありがとうございます。理由なんてないですよね。理由を聞くこと自体がダメですよね。はい、アスミンいかがでしょうか。そうですね、一番今までガールになって良かったなって思ったことは、その去年も幼稚園方向に行ってたんですけど、はい、キャラバンに長崎で初めて行った幼稚園で、あすみお姉さんって声をかけてくれた女の子がいて、はい、何歳ぐらいの、はい、幼稚園の子なんですけど、あ、はい、もうじゃあ3歳、4歳ぐらいの女の子、はい、そうなんです、うん、それであの私とドームで会ったことを覚えていてくれて、幼稚園方向で会って名前を呼んでくれてすごく嬉しかったんですよね。だからやっぱりそういう子供との関わり合いとか、ファンの方との触れ合いがすごく幸せな時間だなと思います。でも確かに小山さんは、言ってみれば今日が2戦目、ね、はい、昨日もダンスされて、はい、だからファンの方とのコミュニケーションっていうのはまだこれからじゃないですか、はい、当然これアスミン最初の頃は、はい、あの不安はありますよね。特に私実は子供がとても苦手だったので。あ、なるほど、はい、苦手3連発出たね。高いところ苦手、ダンス苦手、子供苦手だった。隠さないで。もう3年目なんですから。最初は苦手だった。苦手だったんですよ。今も入ってしまう。おお、これはファイターズガールとしての活動の中で変わっていったっていうことなんですよね。素晴らしいですね。ウランちゃんいかがでしょうか。そうですね、うん、私はあの大学の入試が3人あったんですよ。はい、その時に面接で何かあなたのセールポイントはファイターズガール使いました。おー、なるほど、言い方が生々すぎるんですけど、ファイターズガール使いました。どうやって言ったんですか。あのやっぱりファイターズガールはやっぱりダンスだけではなくて、やっぱり人との仕方だとかも、うん、とても多いし、あとは礼儀も本当に一人の女性として見本になるようなのを決まりとしてファイターズガールはあるので、はいはい、もう一つ正しい人間をもう教育されてるんですね。私たちはパフォーマンス力だけじゃなく人間力も高めてくれるのがファイターズガールの世界だと。そうですね、やっぱりそこを面接の時もそこを自分の強みとして見ていただきたくて、やっぱり今までの自分の経験を全部喋りさせていただいて、はい、やっぱりその大学の先生方もファイターズガールの印象もそういう印象だったと。あ、やっぱりそうなんですね。やっぱりその時は嬉しかったですね。こうやって自分がこういう人間だよって言わなくても、あ、ファイターズガールってされて礼儀正しいよね、いつも挨拶もしっかりできるしっていうお話を見ていただいて、はい、あ、見ていただいてたんだなと思ってすごい嬉しい。これはまたガール冥利に尽きるというところもありますよね。そのファイターズガールとして学んできた人間性を外に出ても全然生かしていけるので、うん、そこで良かったなと思います。小山さん、はい、面接で使えるって。使えるか。小山さんは今おいくつですか。今20歳。あ、なるほど、もうじゃあ学生さんではない。はい、そうですね、っていうことなんですよね。就活でもじゃあ使っていいことで。就活で使えるってよ。
いいですね。はい、はい、これ解決ですか。なんか追加で聞きたいことありますか。追加この第2問っていうところで追加で聞いてみたいことはあるんですか。は大丈夫です。もう見切ったんですか。喋ってる感じで、あ、この2人からは学ぶことはないから、キリンちゃんから学ぶかなっていう、その乗り換えということでよろしいでしょうか。ファイターズが選手の交代を知らせます、じゃあ3問目いきましょう。はい、3問目がすごい個人的な話になってしまうんですけど、はい、わ、すごい、アスミンも綺麗だし、あ、ウランちゃんのネイルも素敵ですね。春っぽいね、感じが出てますよね。そこまで爪を伸ばすネイルどうしたらいいですか。小山さん、はい、これ一応公共の放送だぞ。すごいですね。結構悩んでるんですよ、爪。ちょっと伸びたら切っちゃう。で、ちなみにあのペース的にはペース3日に1回。うわ、3日に1回。いや、だから本当にたまに1回なんで切れすぎて爪になっちゃう。それはもうあの足の爪も、足は切らない。足は切らないってね。足でも伸びなくなりますよ。まあ、っていう理由は遅いと思うけど、すいません、あの開幕2戦目で何の話をしてるんでしょう。いいですね、全然いいんですけれども、じゃあこのあたりをちょっと、お二人に伺っていきましょうか。6時に終わったら、切りすぎるとガズメにもなるし、出したら何とか指の頭は毛細血管とか感じますから、あんまり切りすぎてないよ。広がらねえよ。終わりだよ、もう。どうしよう。でも結構そういうなんか、プライベートにおいて、はい、私変わってるのかなって思うところは、小山さん他には何かありますか。変わってるな。今爪をその3日に1回切るっていうのは割と個性的ですよね。他にもなんか周りに変わってるな。あ、すごい、今ガラスの向こうにビビるんだ。ガラスに張り付いてくれてる。なんかありますか、佐藤さん。もしくは他に質問があれば、もうさっきはもう終わりです。終わり、はい、終了です。追加で1問、追加で1問、はい、
あ、でもこの短い、まだね、短いお付き合いの中で、努力家な一面っていうのが、アスミは見えている。その試合中とかでも、短い空き時間があれば、すぐ外に出て練習したりとか、すごく上手くなるので、うん、アナウンサーさんのようなね、流暢な喋りになっていいかもしれないというね。
そういう進化も見せてください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあですね、最後にお送りする曲は昨日ね、このナンバーを BGM に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれていました。じゃあ曲紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、パフュームのスプリングオブライフです。はい、こちらをお送りします。ということでギャラクシースタジオゲストに来ていただいたのはバイダンスガールの小林ゆらんさん、藤原あすみさん、そして新メンバー小山ゆうきさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。写真を、はい、大丈夫だったんでしょうか。あ、それこっちいいっすね。僕のは SNS で写真を載せられる。違う、ラジオの写真も、はい、楽しいです。